キャブレターの、いろいろ変えていきます。 K&F キャブレター CB550 用のが出てたんで変えます。ちょっと変わり映えのない動画ですが、日常の記録としてやらせていただきます。レッツゴー。今交換しました。ちょっと中身の写真撮るの忘れたんですけど交換します。あとこうね、こういうところも綺麗にやってます。しかもなんかさ、このエアなんちゃらかんちゃらのバネが1個なくてさ、ね、そういうのがあるんだなっていう感じ。旧車って感じだね。純正のやつだと光量足りなくて車検通んないと思ったんで、バルブ交換しようかなと思ったらもうこれですよ、開けたら。なんでちょっとシビエの今 Amazon で出てるやつを買おうかなって思ってます。ディン、シビエのヘッドライトが来たぜ。これにね交換していきます。まずは一応この配線類をどれとどれがつながってるかっていうのをちゃんと記録していくので、まあ、これは写真で撮ります。撮ったんだけどなんかめちゃくちゃ多くない？配線が。まあ一応全部写真撮ったんで、これまたライト撮ってから付け直します。今日暑すぎる。梅雨明けて、明けてないでしょまだ。やばい。 OK、 じゃあ今からこれ一本一本配線ちょっとパークリとかで綺麗にしながら綺麗にしていきたいと思います。小泉工部みたいになっちゃった。やってきます。ちょっと配線が干渉しちゃったんで、ここをね肉抜きしてペンチで切って、ちょっと雑ですけどスペース作りました。プラスチックちゃんと削ったら
ゴミ箱にちゃんと捨てましょう。マイクロプラスチックの、原因になっちゃうんでね。じゃあまたこれをつけていきます。これでね、車検に挑みたいと思います。ハイモ、ロモッケ、ウインカー、オッケー、テールランプもオッケー、ウインカーヒーもね、反対側もオッケーでね、ブレーキランプもオッケー、リアもオッケー、であとはホーンオッケー。まあこんな感じでしょう。それでは車検行ってきます。やばい、今日今から車検に行くんだけど、スピードメーターが動かない。